サンブレンということなんですが、はい、いや、キャンプなんで当たり前ですまあ、この時期はね、ハードにやんなきゃいけないですし、まあ、昨日、まあ、予想外のオフだったんで、まあ、ね、3回やっても4回やっても、ね、全く問題ないとは思います、はい、もう、あと2日ですし、もうとにかくしんどいしんどいとか言ってらんないんで、もう課せられたものをしっかり前向きにね、トライしていくっていうところで、しんどい練習とか厳しい練習も乗り越えていけると思うんで、まあ、怪我ないようにね、どうせやるんだったらやっぱり前向きにやった方がそういう余計な怪我とか防げると思うんで、はい、明日はまあ最後のこの沖縄での最後のまあ、そうですね、まあ、やっぱり2試合とも負けてるんで、まあ、当然その内容結果っていうのは今求める時期じゃないっていうのは当然選手も理解しているところでもあるんですけど、ただそれでも負けるっていうのは非常に悔しいことですし、まあ、受け入れたくないことでもあるので、まあ、とにかく最後しっかり勝ってね、宮崎キャンプで沖縄キャンプをいい形で仕上げたいなっていうのと、まあ、個人的には仙台時代のチームメイトの、キム・ウンジュン選手もいるんで、久しぶりに8年ぶりぐらいに再会できるのを楽しみにはしてますけど、はい、それじゃああともう 1.5 日ですから、そうです、はい、頑張ります、はい、1.5 日はもう1日ですね、はい、明日のこの時間にはもうホテルに行って帰る準備してると思うんで、はい、頑張ります、はい、お疲れ様でした、はい、ありがとうございました。